はい、皆さんこんにちは。はい、アニメチャンネルね、もう3つほどね、もう残念なやつを台無しにしちゃったんですけど、もうめげずに頑張って撮り直してます。はい、で今回ね、話そうと思っているのは探索、まあ一つ一つの漫画ではなくて、その当時の少年漫画、これ話そうかなと思ってるんです。でその当時の少年漫画って言ったってね、マガジンサンデー、まあ、ジャンプ、キング、チャンピオン、いろいろありました。でどうしても話したいのがコミックトムなんですよね。コミックトムと、またはね、希望の友、知ってます？こんな名前ね、あんまり聞いたことないでしょ。まあ創刊会の機関誌で漫画だったんですね。でこれがね、内容がね、実はねすごく面白くて、そんな話も含めて、ちょっとね、皆さんにねご紹介したいと思ってるんです。もう本当にね、すごいなと思うことたくさんの、話ですけどね、アニメチャンネルもねここまで来ました。まだまだ続きますよ。でも今回は一休みで雑誌の話いきます。それでは行きましょう、アニメチャンネル。はい、まあ現実的にですね、今でもその少年誌ってのはいろいろ大変でしょう。面白いしみんなね見たいけど、ただ一つだけ問題なのは、なんていうか、紙の本が売れなくなってるんですよね。一時最盛期ってのは少年ジャンプとかマガジンがね400万部とか500万部っていった時代がありました。でも現実的にはね、雑誌ってのは捨てていい形で作りますから、本当はね、読んでる方はもっと少ないでしょう。みんな回し読みしたい。最近はデジタルダウンロードがありますよね。あれが、やっぱり雑誌の場合はいいんでしょうね。で、僕もやっぱりネット上とかクラウド上に上げられるので、正直ってそういうのを買ってます。ただ、昔、僕は小学校だった。小学校2、3年ぐらいかな。下手すら1年ぐらいからね、もう漫画読んでました。マガジンサンデーキング。最初はマガジンは昭和33年ですよ、スタートはね。その当時出てきたのが、それこそ、絶対知らないだろうという黒い秘密兵器だとかね、もうちょっと後にハリスの風なんてのは40年近く出ましたし、もうマガジン全盛期代、時代ね、途中後半からは、まあ後半でもないかな、中盤ぐらいから、巨人の星とかね、ああいうのが出てきた。まあ、初めの一歩ぐらいまでは、私もよ、見たんですよね。読んだっていうかな。サンデーって言うとやっぱりおそ松くんだったし、まあね、これはもう当然のことだから、他にもいっぱいありました。冒険ガボテン島とかね、有名なとか、スーパージェッター。まあいっぱいありました。マガジンはね、宇宙少年ソラン。で、キングになると、忍者部隊月光とか、ケネディナイツワイルドセブンだったら有名かな。あと、七班ライダー。知らないでしょ？で、ジャンプがハレンチ学園。これだけ言っていきましょう。で、あと、まあ、長い方ですね。その後に、アバシリッカ少年チャンピオンってなりました。ところがある時に僕が思ったのは、本当に内容の濃い漫画がある、まあ、月刊誌だったな、に出てたんです。それが、希望の友なんですよ。これ、買いづらいし、立ち読みしづらいし、ね。それまでは月刊誌っていうと、少年ってのがあったり、少年画報とか冒険王。冒険王なんていうと、絶対知らないだろうというね、狼少年剣とか、あと、なんだっけね、冒険画報かな、キングかどっちかだったけど、風の藤丸。そしてね、少年は有名ですね。鉄人二条はちょっと鉄だと思ってて、付録の単行本が裏表から見れるとかね。まあ、すごいものだったんですよ。その中で希望の友はって言ったら、そんなに分厚い雑誌じゃないんだけど、三国志とかブッダ、手塚治虫シリーズと、三国志はよく考えてたね。ブッダがあったり、風雲児たち、あともう、少女漫画人も強くて、なんと言っても火の鳥ですよ。これやばくないですか？火の鳥と三国志が一緒に見れる雑誌ってあったんですよ。で、それ以外はもうね、手抜きがない。だから、まあ、なんでね、宗教的なものがありながら、その三国志をそう書けたかとかの難しいんです。ブッダはわかりますよね。で、火の鳥もなんとなくイメージがかかると。天聖輪廻思想っていうのがそれが出てきて、火の鳥の中では、例えば悪いことをしたやつはもう二度と人間になれないとかいうそういう思想もあったりなんかしてて。でもそういうものを見たときに、このコミックトムっていうのがもう異色で、コミックトムってなったんですけど、その前は希望の友でしたね。異色でしたね。ただそれを僕は見るのがもうとにかく楽しみでしょうがないから、もうなんといってもまあ毎日のように、まあ毎日じゃないな、毎月それをね、楽しみに待って見たという形なんですよ。まあ雑誌っていうのはそれからね、だんだんとね、もうすごくなってきて、そのうち衰退してくるんですよね。だからその衰退の時がまた残念で、ごめんなさい、咳しちゃいました。やっぱり僕はね、だんだん見る漫画が少なくなってきたんです。やっぱりね、線っていうの、絵を描く線っていうのが、どんどんなんか雑になってきたように見えたんですね。で、それがなんかその時の風習なのかな。やっぱり一番問題だったのは僕は、サンデーだったかな、ゴレンジャーっていうのがあって、やっぱりね、僕は正直言って石森章太郎と言われてる石森章太郎は、ね、好きじゃないんですよ。なぜかというと、
あの普通あのペンの力強さってあるじゃないですか。例えば初めの一本にしても何にしても、まあ、最近だとね、G ペンっていうのを使って太い部分と細い部分が力強く書かれてて、まあ、漫画が生き生きしてると。彼はねロットリングペンを使ったんです。どっちが楽だってんで。ところが線はロットリングペンっていうのは全部同じじゃないですか。だからベタッとした絵になって、そのうちにまあそれが楽なんでしょう。いろんなことね、 CG で描いたりして線が全部あの平たくなっちゃってなんか浮き出てこないっていう感じになったんですね、僕としてはね。まあまさにこれはあのまああの皆さんが好きかもしれないけどワンピースとかそういうの見た時全然感動しない、自分がいる時に、ああこういうことかなと思いましたね。キララの寿司なんていうねあのやつはね、まず前の話ですけど、これはあのやっぱりペン使ってますからやっぱり綺麗に見えますね、うん。だからそうだな、やわらちゃんぐらいとかそこら辺のとこ、まあ、同じ漫画でしょうけど、まあ、最後で僕はごめん残念っていう形でもう見なくなっちゃったんですよね、うん。まあ初めの一歩しかあの見るものがなくなったマガジンとか、もうドラゴンボールがやりすぎちゃっててもうどうでもよくなったジャンプ、サンデーなんか最後まで一つも見るものなくなったとかね、ダメじゃないですか、うん。だからそれで見なくなりましたね、うん。まあその良し悪しは別だけど、本当にねその雑誌全盛時代っていうのは最初ね30円ぐらいだったんじゃない、ちょっと待ってコーヒーが入れられたんでちょっとコーヒー飲みますね、うん。ああいいね、コーヒー飲みながら漫画見たいなって感じしますけどね。だからさそうね30円ですよ。でその30円ってどういう値段かっていうと、あのそうだな、うん、大人が、10円で初乗り、山手線、うん、ね10円、うん、子供5円でした。で都電だけが大人が20円でバスもそうかな、うん、子供10円。そんな時代の30円は結構高いでしょ。で分厚くないですよあんまりね、紙も安いし、うん。で中にね最初の頃ってのはあのただ漫画だけじゃなくて、まあ三丁目の夕日見た時に分かると思うんですけど、ね、あの小説も載ってんです、たまに読み物とかね。でグラビアなんてのはまだ全然なくて、せいぜいまあ長嶋茂雄の写真が表紙に貼ってあるとかね、そんな感じでしたね、うん。まあそんなやってね 見ながらですけど、私たちはあの小さい頃これ毎週ね火曜日に出るとか水曜日に出るとか言いながら楽しみ待ってたんです、うん。それが小さい頃でしたね、そのうち中学校ぐらいになるとジャンプが出てきたんです、うん。ジャンプはね斬新でした。簡単に言うと性描写をものすごく使う漫画が多かったですね。これ問題になりましたね。特にハレンチ学園なんてのはね相当問題になりまして、あの僕らの時代にはなかったですよ。僕らの時代はちょっとまた違う時代なんだけど、あのやっぱり一時あのスカートめくりとかねそういうのが流行ったりとか、もうそんなのがあって社会問題になったのを覚えてますね、うん。その頃はもう僕らあの中学校ぐらいになっちゃってて、あのテレビなんかでもねもうだんだんと巨人の星ぐらいシリアスじゃないと見ないと、まあ巨人の星どっかで語りますけど、あれほどいい加減な漫画もないと思いますけどね。まあそれでもねあの見てて、漫画がねちょっと変わってきた時代でしょうかね、うん。まあ今日はねその漫画だけではなくて何度も言いますけどコミックトム、うん、その昔の希望の友、これが語りたかったんですよ。でこの当時のその雑誌でね、僕が絶対強く言いたいってことは、なんでそういう作品が集まったかっていうと、雑誌の中にコンセプトがあったんです。何でもいいから人気があって面白いのを載せようじゃなくて、この漫画がここには必要だなと、こういうジャンルが必要だなっていうジャンルを入れて、その雑誌の特色を出してたってことなんですね。だから、まあ、これもね、最後にちょっと付け加えたいんですけど、その昔は貸本、または、大きい月刊誌本が、ものすごくもう人気があって、月刊のね、月刊少年ってのもありましたけど、まあ、それは置いといて、少年っていう雑誌がありまして、その少年なんていう雑誌はね、まあ、簡単に言うと、付録もついてたんです。冒険画報、冒険王、付録。だから、それを使って空き缶作って、厳冬期作ったりできたり、その厳冬期できたやつをまた映してできるね、あの、アニメのようなものができたりとか、なかなかね、すごい、まあ、子供の夢をかきたてるものいっぱい、付録ついてたんです。そのうち、その付録を除去してでもいいからといって、漫画の方に重点を置いて、まあ、少年という雑誌があったんですけど、でも、もっとテンポ上げようという形でやったのが、その少年週刊誌なんですね。この先駆者がやっぱり少年マガジンだと思います。もうラインナップはすごかったですよ、少年マガジンって。僕らが見ててもね、この少年マガジンのね、ラインナップって、まあ、金かってるなと思っちゃうようなメンバーたちがいっぱい出てて、見せてくれましたね。うん、本当に、まあ、今思い起こしたら全部工作しちゃって、これがどうかなとかね、あれがどうかなって思います。アニマルワンなんてね、確かマガジンだったかな、サンデーだったかな。オリンピックを目指す、まあね、少年の話は、その、なんだろう、まあ、レスリング。ただ、そのオリンピックは、メキシコオリンピックを目指すんですよ。だから、東京オリンピックが終わった後に、よし、次はメキシコだっていうような漫画って古くない？まあね、
そんな感じでした。はい、皆さんね、まあでもね、やっぱりね、面白いもので雑誌ってのは今でも、まあ、思いますよ。少年ガンガンを最後に書いた時はいつになったか、もうね、懐かしい話でした。それではまた来週、今度はまた、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。